はい、こんにちは。え田中宮やです。え私ですね、フリーランスで構成作家、えリサーチャー、ライター、翻訳家などをやらせていただいてるんですけれども、えこのチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことなどをどしどし配信していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、え今日取り上げたいトピックと言いますのは、裏金問題も大事だけれど、 本当に一番大事なのはこれじゃないのっていうことをあのちょっと語らせていただければなと思っております。あの衆議院選挙で争点になったことが自民党議員のまあにいうその政治パーティー、政治資金パーティーを開くためのそのお金がその開いた時の上げた利益が記記載されなくていいと。 記載しなくていいと収支報告書にでそのためあの実質的なあの議員の,懐,の懐に入っていて利益になっているんじゃないか、えー、っていうことに関してで、まあ、あの昨年からいろいろ揉めていってそれが派閥の解体につながりでまたそ,の、えー、それを税金として申告しなくてもいい申告するべきだみたいなことも議論になってて、まあ、結局申告しなくていいみたいな話になってたんでしたっけね。ちょっとそこら辺はちょっとよく分かあの 委察が足りてないんですけれども、えーとまあ、そういうような、えー、裏金、俗に裏金の関するごたごたが起きててで、それが今回の、えー、選挙にも影響して、自民党が、えー、議席を大きく減らしてしまったということなんですけれども、あと、まあ、選挙2日か3日前ぐらいに、その非公認の議員に対して、あのー、2000万円の、えー、統制拡大のための活動費が出ていたと。それは公認候補の にて、えー、てられていた選挙支援のお金と実質的に同額だったからそれに関しても、あのー、ちょっと、えー、マスコミから疲れてしまったところがあって、えー、それもあの結果に影響しているということなんですけれども <laughs> まあそのいったその裏金問題っていうかそういった俗に言う、えー、お金の問題っていうのは僕もすごい大事だなとは思うんですね。 えーまあ、なるべくその国民に分かりやすい形で説明してほしいですし、あのーまあ、透明なクリーンな政治っていうのは心がけていただきたいなっていう、えー、思いがあるので「まあ、俗に言う」あのあ俗に言うってたくさん使ってますけどなんか、まあ、国会議員さんって結構な収入をいただいている職業ではあると思うしで、まあ、他にもいろんな支援金とかも寄付金とかもいただいてらっしゃるんで。まあ あのー、まあ、見えない収入っていうのがあるのは良くないんじゃないかっていう気持ちはすごい僕もわ、えー、かります、えー。ただその一方で、一番大事なことって、あの、今回その、あまりにその裏金裏金って言われていたので、マスコミの報道もあるんでしょうけれども、あのー、それによってその、なんていうかその、国民の投票の行動が左右されてるんじゃないかなってちょっと思っちゃってて、 あの、裏金問題って、いや、何度も言うようにすごい大事なんですけれども、ただその、一番、日本にとって一番大事なのって、この、暮らしの向上だと思うんですよ、人々の。今、その、インフレとかに苦しんでたりとか、苦しんでいらっしゃる方も大勢いて、僕も昨日その、コンビニで、あの、フラッとコンビニに入って、あの、チョコレートでも買おうかなと思ったら、明治のミルクチョコレートでしたっけ あれ、120、30円だったのが今200円近くになってるんですね。びっくりしました。えー、っていうような感じで、あの、ビビたるところで、えー、なんか値段がすごい上がってて、それがその国民の生活を圧迫してるっていうのはすごいあると思うし、で、それに、周りに賃金上昇が追いついていないという問題が出てきてて、まあ、1500円で最低賃金を上げるって書くと言ってますけれども、まあ、それが果たして、 どこまでやれるのかっていうのが具体的な現実策もあんまり見えてこないんでなんかそうえそごとに終わらないかなっていうのがあると思うから今回あのそのエソラごとに終わらせないためにもあのやっぱりその経済問題っていうのに注力した見方が必要だったんじゃないかなっていう思ってるんですね国民たちもえ国民もえあのまあえ議員さんえ立候補者たちもえだけどまあ今回それが えー、果たして、えーえー、ちゃんとフォーカスを当てられていたかっていうと投票行動の際に、えー、僕はそんなに僕はそれほど当たってなかったんじゃないかなと思っていてあのー、前回の動画でもお話ししたんですけれども自民党がダメだから立憲民主党みたいな感じに流れちゃってる感じがするんでただその立憲民主党の時代、えー、立憲民主党旧民主党が政権になってた時代に えーまあえー、経済が低迷したっていうのは、まあ、いろんな不運も重なったんですけれどもリーマンショックのあとであるとか、えー、東日本大震災の後手に回った対応であるとか、えー、そういったのも、えー、あるとは思うんですけれども、えーまあ、それにしたってすごい不況に見舞われてしまったなっていうのがあるのでそれが支持母体、えー、それのがもともと民主党が引き継いだ立憲民主党に。 えー、まあ果たしてそれ任せてちゃんとうまくいくのかなっていうのはまあもちろん、えー、一度失敗したんだから今度はちゃんとやってねっていうような、えー、期待を込めて投票してる方もいらっしゃると思うんですけれどもまあえー、であの一度失敗したからといってそんな二度目のチャンスを与えないっていうのもちょっとそれは、えー、器が狭いと思うんで器が小さいと思うんですけれどもただそれにしてもその前回のその あまりよろしくない思い出があるのに、果たしてそこに入れていいのかどうかっていう部分は、え私はちょっと、えー、も、えー、シンプルに投票するときに思いは迷いはしましたよね、えー。証券総選挙区の方々はともかくとして、えっ、ー、と比例に関してなんですけれどもね、えー、まあ、そういった形で本当にそのなんかフォーカス当てる部分っていうのを。 しっかり明確にすべきだと思うんですよ、ね。本当に今、まあ、表向きはすごい裏金裏金ってことですごいネガティブな気持ちになってるかもしれないですけど、実際にフォーカス当てる部分は、その僕、経済と、経済とか、あの、国防の問題であるとか、対中国とか、えー、まあ今、今度アメリカの大統領選も始まるんで、その、対米戦略を考えたときに、どのリーダーがいいのかどうか、どの党が政権を握るのがいいの,いいのかっていうのをちゃんと考えた上で、その投票していかないと、 なんというかそれこそ,そのマスコミのいいように操られてしまう部分もあると思うしその日本本ににとって本当の国益にならなない部分ってあると思うんですよなのでそ,のまあそこに関してはその皆さん税金で苦しんでるのにあの金はなんでこんなにお金を懐に入れてるんだみたいに思うところもあると思うからその気持ちはすごい理解できるんですけれども。 えー、しっかりその僕としては経済戦略であるとか国防であるとかそういった面に当てた投票行動をしてほしかったなっていうふうに、えー、思っているところではあります。あとですねあのー、まあちょっと国会議員がそもそもたくさんお金をもらってるみたいなことを私言い方しましたけれどもあれも結構そんなに正しくはなくないと思っていて確かにその表向きの え収入っていうのはすごく、えー、一般の方よりも高いんですけれども国会議員さんって、まあ、これあの地方自治体レベルの議員さんにも言えることなんですけれども彼らもっと苦しいとは思うんですがえっとまあ出ていく金もすごく大きいんですね国会議員とか、えー、議員さんってあの、まあ、国会議員クラスになってくるとやっぱりその事務所を持たないといけないですしで施設秘書とかも雇わなきゃ、えー、雇うパターンが多いんであのそういった施設秘書のお金であるとか えー、事務所のお金だとか一部はその政党から、えー、助成金が出てるとは思うんですけれども、あのーまあ、結構自腹で払うことが多いんですよ国会議員さん。で、あのー、それを考えるとその、まあ、1人とか2人とか、えー、常に雇,雇うんだったら施設一緒というかでも、まあ、最低月2223万は必要ですしでその1年分のお金とで事務所事務所の事務所に開設する事務所のお金とかってなってくると。 あの、もう、もう、それだけで1000万、2000万とか、えー、飛んでしまうところがあると思うんですね。で、さらに、その政党に対して、まあ、政党に属していると、一体学のお金を納めたりとか、運営資金を納めないといけないことも多いんで、まあ、そういったお金も自分で出さないといけないから、それは別にその月1万、2万払えばいいとか、そういう話じゃないんで、聞くところによると。なんで、その出ていくお金もめちゃくちゃ多いんですよね、国会議員さん。 ま、以前なんか辻本清美さんがどっかの配信番組でお話しされてたんですけれども、あの、手元に残るお金が、えー、じ色々いろいろ差し引かれた時に、手結局手元に残るお金が手取り40とか50万ぐらいしかないみたいなことをおっしゃってたんですよ。まあ、それが本当かどうかは否かとして、まあ、それでも、あの、家賃とか引いたお金が全部それだったら高いのかもしれないですけれども、そんなにお金をたくさんもらっていて、めちゃくちゃ高収入でっていうのはちょっとイメージが。 えー、ちょっとそれは実態に即してててなないかなって思っ思る部分はありますこれであの地方自治体レベルの議員になると本当にもっときつい感じでやってるんでなんだなんていうかその裏金っていうことで叩かれてると思うんですけれども、えー、なんか一概にその怒りの矛先っていうのはちょっとそこでただい怒りの矛先として議員にお金がたくさんもらっているっていう形で。 なのに、えー、国民に還元してくれない国民に対してちゃんとやってくれないっていうなんかそういう批判もちょっと僕は合っているようで合ってないところってあると思いますね正直。で一番お金をもらってるのってどこかっていうとで一番皆さん税金たくさん支払ってると思うんですけどで一番税金とかで面で得しているのは誰かっていうとあのー、まあ中小企業のオーナー社長さんであったりとかあのー、まあ 上の方のアッパークラスの自営業だったりとか、その辺が結構、あの、まあ、もし、あの、皆さんで言う、あの、税金に苦し、我々は税金に苦しんでるのに、お金をちゃん、たくさんこの人たちはお金を懐に入れているっていうのをそのまま、いや、仕事してるかしてないかは別として、えー、当てはめるんだとしたら、その二業種だと思います。あの、たくさん、その、お金を持ってて、あんまり税金を、えー、支払ってないっていうんだったら、 えー、なぜかってそれはあの別に合法的なやり方をしてるんで、あのーまあ、やっぱりそのオーナー企業さんだと株主とかがいない、あのー、株式公開してないから、あのーまあ、上場企業の社長さんと比べてその使えるお金の幅とか多かったりするんですよね、えーまあ、監視されないんで上場企業の,社長,のさんオーナー社長さんになってくるとあの結構その株主とかからの、えー、あれがあるんで。えー 自由に経費とかってあんまりできないんですけれども、えー、やっぱりそのオーナー社長さんとかになってくると、まあ、経費とかも、えー、結構その自分の裁量で使える部分が多い大きいから、えー、そうですねまあ、えー、まあ多くはないんですけれどもそんなにそのたくさんそのオーナー社長全員がそのすごい金持ちであの税金を面で得してるってわけでもないんですけれどもそれは本当にごくど,ど,ど,どちらかというとそれはすごくあんまり えー、多くないいパターンだと思います中小企業のオーナー社長さんでも結構そ,の、えー、そんなに、えー、高額な収入を得ない高額な報酬を得ないで、えー、やってらっしゃる方もいるのでむしろそっちの方が多いんでただその本当のその、えー、税金面で得をしてって合成な,、えー、な暮らしをしていてっていうのはっあっオーナー社長中小企業のオーナー社長さんであるとかその経費とかを自由に使えて 収入とかを、申告額を少なくして、お金をたくさん持てるって、その自営業の方々に多いんじゃないかなと、僕自身は思うところであります。僕も一応その自営業者ではあるんですけれども、僕はそこまでそんなに稼いでるわけじゃないんで、皆さんと同様に税金高いなって思ってる立場ではあると思うんですけれども、中にはその、やっぱりその、 うまいやり方してる方は、そういうリッチな生活をしながら、え、税金を,を、え、をし、抑えてって方もいらっしゃるとは、っていうのは事実、といえば事実だと思うんで、まあ、やっぱりその、え、どこに、え、どうやって情報を取るかとか、何が、え、国益にとって一番いいのかっていうのを、 考えていくっていう、えー、しっかりその、えー、まあメディア、私もメディアの一員なんで、すごい責任を感じてるんですけども、報道の姿勢に関して。まあ、そこの報道の姿勢も含めて、その、まあ、えー、僕たちもちゃんとやっていきたいっていう気持ちはあるし、ちゃんとやっていこうかなと思ってる部分はあるので、なんかおかしな報道してたらちょっと正していきたいっていう部分はあるんですけれども、まあ、まあそれ以上にその国民の皆様が、一人一人、あの、えー、情報の取り方というか、 えー、どこに批判の目を向けるべきなのかっていうのをしっかり考えた上でその選挙とかの投票行動にもそれが反映していけばいいかなと思っている次第であったりはしますね、えー、皆さんはどう思ったでしょうか今日もちょっとそのスレスレなところまで突っ込んだお話になってしまったかもしれませんがもしこの動画に、えー、いいと思っていただいた方は 高評価、並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。